こんにちは、花山さん。私の言うもてなしっていうのは前回の動画で送ったんですけど、あれほどしつこく送ったんですけども、もう一回お答えしましょうか。私の伝え方が悪かったのかもしれないんで、今回はそれだけをお話しますね。私が言うもてなしっていうのは、目の前の人、もてなしたい人に礼儀を尽くすことであったり、まあ演出をすることであったりね、それからまあダンディーな格好だったりとか、エスコートができるとか、丁寧であるとか、きめ細かいとかね、まあ一言で言うとお姫様を扱うようにできているかどうかってことなんですよ。家来がお姫様をまさにねケアするようにもてなすということですね。で、あと名誉や肩書きも、まあ、バカにする人がいるんですけども、私はねもてなす時にこの名誉とか肩書きっていうのも非常に大事だと思うんですよ。要するにどんな名誉を自分は社会から受けているか、どんな肩書きを社会から与えられているかっていうのは、自分がこれまで何を積み上げてきたかの世の中からの評価だと思うんですよね。だからこの2つがあると、もてなそうとする人が自分を見やすくなる、扱いやすくなる、対応しやすくなるんですよ。そういうふうな何々しやすくしてあげるのももてなしだと思います。そしてお金を持っていることも非常に大事なんですよ。人をもてなそうと思ったら結構ねお金がかかるんですよね。例えばハイヤーで迎えに行ったりとかねするかもしれませんし、綺麗なバラの花を買うかもしれませんし、まあ、それにしてもプレゼントを送ったりするかもしれない、まあ、身なりを整えて新しいスーツを買うかもしれないと。そういうふうにおもてなしをしようと思うとやっぱりお金がかかるんで、そのためにも自分のことを鍛え上げて世のため人のために働いて、そのお返しとしてお金をいただくような、そんなね自分にして当ててあげることがおもてなしの根本でも必要になってくるのかなと思うんですよ。でもし何もなかった、お金を作ることができなかったとしたらですね、これは今回初めて言うんですけども、その時できる最高の自分を披露してねお迎えすればいいんじゃないかなと思うんですね。まあ、私のおもてなしというのを具体的に言うと今日の動画に全てまた入ってます。また細かくお話したりグダグダ言ってるのはね、前回の動画を見ていただければ分かると思いますので、以上私の言うもてなしでございます。そして今最高にもてなしたのが奥さんであり、自分の子供が世の中に生まれてきた時に私も子供に対してどこまでのもてなしができるかということを今もやってるところでございます。